室だって中身が分かんないから官僚たちは困っちゃったんですよ。そして出てきたのは何でしょうか。去年分配をねやるって言ってましたよ。出てきたのは分配じゃなくて成長ばっかりですよ。各省庁がやりたい政策がまたずらーっと並んでる。ああいうところに含まれますとね、予算要求しやすくなるんですよ、役所が。また繰り返してるだけじゃないですか。そしてね、肝心なこと言ってないんですよ。いいですか、肝心なことあるんですよ。何にも書いてない。参院選まではね、とにかく支持率を維持することが最優先なんですよ、彼らは。いいことばっかりやってるんです。日本はコロナで一番ね、大丈夫なのに、世界一の鎖国をやりました。それはメディアが作ったね、国民のコロナに対する恐怖心。これやるとみんな支持率が上がると思ってやりました。でも世界中から呆れられましたよ。ね、何が正しいかじゃないんですよ。支持率が高くすればいいんですよ。これだったらね、総理大臣いらないですよ。ね、支持率が高いことだけやってるんだったらね、政治は人工知能がやればいいんですよ、人工知能が。そうじゃないですか。我々が求めてるのは、正しい情報に基づいて、ちゃんと勉強して、正しい判断をして、国民にきちんと伝えることなんですよ。国民に判断してもらうんですよ、それで。ところがね、メディアに書いてあることばっかりやってるのは、メディアが報道したらね、その通りに政治が動いちゃう。こんな政治を許してきたんですよ。で、そのメディアはグローバルな勢力によって左右されてるじゃないですか。ウクライナのことだってアメリカ側のね、グローバリストの情報ばっかり入ってますよ。プロパガンダ戦を転がってるんですよ。お互いにフェイク流す。我々に入ってる情報ってね、本当に偏ってる。私のチャンネルでもそういう番組取り上げましたよ。あの戦争だってね、みんなプーチンが悪い悪いって言ってるんですけどね、プーチン悪いでしょ。だけどね、プーチンに戦争させたやつはもっと悪いんですよ。グローバルな政治じゃないですか。アメリカのプレゼンタイプをめちゃくちゃ報告ですよ。戦争が長引けば長引くほど彼らは儲かりますよ。そしてね、ロシアの石油とか天然ガス、昔は西側の資本がやってた。プーチンはね、ナショナリストだったんですよ。国有化したんですよ。それを取り戻そうとやってるんですよ、彼らは。そうやってプーチンを戦争におびき寄せて、プーチンを弱らせて、バイデンがね、本当に言いましたよ。プーチン政権は続いてはいけない。もうホワイトハウスはね、否定しましたね。もうね、失言するおじいさんだから、もう大好き私。もうね、本音が出てくるから。ね、まさに本音出ちゃったな、時に。そうやってね、プーチンを弱らせて、石油やね、そういった利権を取り戻したい連中がいるんですよ。そうだからプーチンを戦争におびき寄せたんですよ。昔日本が真珠湾攻撃した時と似てます ね、あれね、日本は確かに悪いと言われましたよ。だけど日本はね、ベルサイユ講和会議第一次世界大戦の時に初めて人種差別を撤廃と言った初めての国だったんですよ、ね、これはね、アメリカやヨーロッパにとってはとっても都合が悪かった。植民地の時代だったからね。で、日本をなんとか抑え込もうと思った。そのために計画を立てて日本を戦争に追い込んだわけですよ。その時我々のね、先人は何をしたか。大東亜っていう理念を掲げた。アジアを植民地から解放しようと、ね、発行についてね、みんなが調和する、そういうね、新しい国際秩序を作ろうと。戦争には負けたけれども、でも我々のおかげで、日本人の先輩のおかげで、植民地はみんな独立しましたよ。今ね、植民地なくなってるじゃないですか。日本が作った世界秩序ですよ、日本が作った。我々は独立になるんですよ。それなのに、アメリカは自分の犯した戦争犯罪を隠したかったんですよ。だから日本が悪いってやったんですよ。洗脳したんですよ。 GHQ ってすごいね、検閲ありましたよ。歴史のプロが検閲ありましたよ。そして私たちは自分の国のことを考えたら右翼だと言われる、そんな国にしちゃったんですよ。そんな国、世界のどこにもありません。